はい、ということで、神回の送風ストリーム、送風だったね、送風ストリームのパック開封版で、ちょっと賢者モード気味なんですけど、今回は苦労しましたよ、こっちの摩天パーフェクトをやっていきます。まずはこちらのプロモーションパックから開けていきます。ほい、 VMAX 来るのかわかんないけど、なんかレア度高いやつ。あ、粉っぽいですね。これチルタルスですね。でも全然 OK です。もうこれチルタリスでも全然いい。チルタリス。次、摩天パーフェクト開けていきます。10パック。さあ、一発目。レアンド。生キロ。あ、かわいい。スクリーン。特装。はい。レアなしですね。もう試合後のあれなんでね。はい、激変ね。はい、これはこっちを置いておこう。ああ、無事か。はい、よし、3パック目。はい、バキッチャー、ミライガン、ハスブー、ザンバ。ドラゴンタイプ弱点も成功もないんだ。なるほどね。フェアリータイプじゃないからね。さあ、4パック目です。はい。くるくる。おぉ、レアないな。なるほど。今回の。摩天パーフェクトは結構渋いね。まずいですね、これ。そろそろ VMAX 来てくれないとまずいですよ。ハスビルのチルット、グリーン。あ、ガラルファイヤー来た。これなんか、レアの中でも結構重要なカードだって聞いたんで、ガラルファイヤーとか、ガラルフリーザー。ガラルサンダーをちょっと集めていきたいって考えてます。ナース、エルマラ、スクールガール、シンガーコース、はぁはぁはぁ。あれ？やばいな。あ、半分切ったぞ。長かったね。あれ？このまま爆死コースでは？これ。スネ、スレッキー、マクノスター。これやばい、チーム右。これやばいぞ、やばいぞ。全然、送風と打って変わって、全くレアが出ない。やばい、残りあと2パックだ。まあでももうプラスなんですけどね。こっちプラスなんすよ。レッグクイズはスペシャルアートが出た時点でもプラスなんすよ、こっちは。スマーズ、ファイブル、キャッチ。あ、リアルがね。かっけえな、リアルが。VMAX の技、使えない、強っ。はい。ラスト1パック。やばいっすね。VMAX 一体も来ないとかあるのか。まさか。ラスト。来い。来い。あー。VMAX なし。渋いっすね、これ。マジか。はい。ということで、摩天パーフェクトは、10パック開封してリア仕掛けなかったと。マジか。まあこういう時もあるでしょ。運を、ね、送空ストリームにちょっと全振りしちゃったっていう。なるほど。
なので、レッグザデッキをちょっと今後作っていきたいと思います。はい。今回の動画は、以上になります。ありがとうございました。